まあ自分の目標には今来てますね。目標ぐらいです。そうですね、まあ今までやってきたことを、そのアーリーであったり、その今までのやってきた練習をこれからも引き続きずっとやっていくっていうのはもちろんですよね。そしたらもう勝手にバットも振れると思うし、なんで今までやってきたことをしっかりやるっていうことだけです、今は。楽天イーグルスの銀次です。後半戦も、毎日一日一善で頑張りますので応援よろしくお願いします。そうですね、でも本当、まあ、トレード決まった時にやっぱ3位でいて、本当優勝争いをしているチームに行くっていう感じがあったんですけど、でも本当やっぱ入ってみてもやっぱ一戦一戦本当1点2点争う試合が多いっていうイメージがあって、まあ、それに その勝利にやっぱ貢献できるようにっていうふうに今は思ってやってますね。はい、そうですね、本当、まあ、チームの目標でもある優勝っていうのを目標に置いて、まあ、その、ね、優勝に貢献できるっていうか勝利に貢献できるようなプレーをどんどんしたいなっていうふうに思ってます。はい、そうですね、やっぱ自分の中でもやっぱり守備を自信持ってあのプレーをしているので、やっぱそのプレーを見てほしいなっていうのはありますけど、まあ、その中でもやっぱり試合に出て皆さんに早く名前を覚えてもらえるように、はい、頑張りたいなと思います。イーグルステーションをご覧の皆さん、藤田和也です。優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。後半戦もクライマックス進出をかけて頑張っていきます。応援よろしくお願いします。